頭髪検査とは、高速で髪型について決めている学校で行われる頭髪の検査。日本では、特に1980年年代になって、校内暴力やいじめの急増があったが、前後して、それらとは関係なく、中学校や高等学校などで髪型などの確一的な規制が行われるようになった。制服や髪型などの確一的な規制に対しては、 規制の効果と必要性という規制の効用についての議論とその規制の実施を学校の裁量としてどの程度認めるかという裁量に関して議論がある。生徒の頭髪及び体に触れる可能性があるということから基本的に男子の検査は男性の教員によって行われ、女子の検査は女性の教員によって行われる。登校時に教員が立番を行い、頭髪に 問題のある生徒を一旦帰宅させ、治させるという指導を行う学校もある。髪色の検査においては、比較して色合いを確認できる色見本が検査用に市販されており、特定の色見本より髪が黒いことを検査時の基準として示す学校もある。高速に適合する状態になるよう、校内で強制措置が行われる場合もある。 1989年には愛知県の高校で頭髪検査後、猶予期間を設けずにその場で教諭が生徒の髪を切った事例が問題となり、法務局が介入し同校での頭髪検査はしばらく見合わせられた。2005年には長崎県で生徒の髪を切った教諭を親が呼び出し暴行を加えた例がある。2008年には 奈良県の中学校で生徒が脱色した頭髪を生徒自身の同意のもとに教諭が校内で黒に染め直した措置が体罰に当たるとして損害賠償を求める訴訟が大阪地裁で起こされたが、地裁、高裁とも学校の措置を妥当とし、最高裁は上告を帰却した。2012年には髪の長さが長すぎるとして校内で生徒自らにハサミで髪を切らせた例が、 報じられた。頭発をめぐる拘束に関しては、2017年に大阪の不立高校の生徒が生まれつき髪が茶色なのに黒く染めるよう強要され不登校になったとして、府に対して医者料など契約220万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしている。2019年3月、千葉県の県立高校で生徒指導の教諭らが、 生徒にゴミ袋をかぶせて黒染めスプレーを吹きかけていた行為について千葉県弁護士会は対話に準ずる行為に当たるとして千葉県教育委員会や学校に警告書を出している花商法の2009年の報道によると西安市の高校で女子生徒はポニーテールにしなければならず前髪を垂らす際には眉毛が隠れない長さに切り揃えなければならないという拘束が存在している また、視線省使用士の中学校で、フリンジや先発、パーマなど15種類の髪型を高速で禁止している。韓国では先発、パーマ、髪の長さ、ヘアジェルやムースの禁止などを指定している学校がある。中学生、高校生の頭髪については、1960年代から過度な規制が行われていると問題視されており、1980年代に、服装の自由化と同時に、 頭髪の自由化も実施されたが、依然として、ヘアスタイルや長髪についての規定は存在していた。2018年9月末、ソウル市のチョヒオン教育館が、髪型は生徒個人の自由として、ソウル市内の学校での髪型自由化を宣言した。チョヒオン教育館の髪型自由化宣言に対し9月30日に、全国の府警団体連合は、反対する声明を発表した。 2020年8月、国家人権委員会は、全校生徒の頭髪を、スポーツ狩りのみとした手ぐし内の私立男子高校に、対し、頭髪の規定を改正するように勧告している。タイでは、中学生、高校生のヘアスタイルに対し、教育省がパーマは不可などの原則を定めており、各校が校則として、髪の長さなど詳細を定めている。 1972年には、公立学校のすべての男子生徒の髪の長さは5センチメートル以内、女子生徒は首より長くなってはいけないと定められていた。1975年には教育省がこの規則を撤回し、挑発を可能と通達する。2013年には、改めて同省が挑発可能と通達し、2020年5月と7月にも、 同省が再通達したにもかかわらず、髪を刈る教師が後を絶たず、SNS を通じ発足した、高校生グループ、バットスチューデントには、髪を刈られた写真や映像が、約300件ほど寄せられている。バットスチューデントは、髪型に関する拘束の撤廃を求めて、署名を集め、同省に対して、提訴にも踏み切っている。 この運動が大国内で話題になると2020年8月20日に、同省は学校が細かい拘束を定めるという内容を取り消すように通達を行った。ベトナム国内のいくつかの大学では学校の風紀を守るためという理由で、先発禁止や清潔感のある髪型にしなければならないと定められている。シンガポールの公立学校では、 ヘアスタイルや長発についての規定が存在している。注意されても髪型が改善していない場合には他の生徒の前で散発が行われる。ここまでに挙げた検査とは趣旨が異なるが、頭髪に白身がいないかを確認する検査が行われることがある。白身検出を目的とした検査は実施時期も他の検査とは異なる。日本ではプール授業の始まる。 直前の時期に当たる6月に実施されることが多く、感染報告のピークも6月となっている。このほか地域で白身流行が確認された際に臨時に実施されたり、健康診断と同時に行われたりする場合もある。ありがとうございます。